こんにちは、キッシャンです。今回は Amazon でいろいろ買ってみたので紹介したいと思います。まずこれ、レガシーの主にボンネット内のパネルとかを止めておくためのリベットです。バッテリーチェックの時にボンネットを開けてみたら、エンジンカバーについているはずのプッシュターンリベットが一つありませんでした。もともと4つついてるんですけども、3つしかなくて、しかもついてるリベットも経年劣化でこんな風に割れている部分があったので、まとめて交換しようと思い、2個入りを5袋、合計10個買いました。続いてこちら、配線加工で使う端子セットです。これまでも動画でよく使ってるんですが、少なくなってきたのでいざという時にないと困るので買いました。アース配線で使いやすそうな形のものや、珍しい日本のコードを一本につなげるものまで入ってます。今回 Amazon でよく売れているセットを買ったのですが、まあお買い得っていうのもありますけども、値段なりの商品でした。端子の周りにつけるこのビニールはかなり柔らかいです。このパーツが柔らかいとコードの取り回しは楽ですが、振動で中の接続部分が切れてしまう可能性が高くなります。まあやりたいことはできますが、寿命は硬いものよりも早いと思います。あとこのケースが不安なんですよね。見てください、この反り方。負荷がかかったらすぐに開いてしまいそうです。もしこれが外れた時飛び散りますからね。まあ小さいビニールに小分けして工具箱に入れておいてもいいかもしれません。このまま持ち歩く場合は輪ゴムで留めたらいいですね。あとこれはマイクロファイバークロスのセットです。カラーがベージュとホワイト、それぞれ10枚ずつ入っています。サイズは20センチ×30センチ。数枚車に積んでおくと便利です。まとめて安く買えると汚れたら捨てるというのがやりやすいからいいですよね。以上、今回は Amazon でこの3点を買ってみました。頻繁に使うものではないですけども、あると安心する商品です。それでは。